命のおむすび、むすひという名前でやっています、ようこです。私が作るおむすびは、私の大好きな長野県の池田町にある、矢口さんっていう方の無農薬の有機米を使った、矢口さんちの美味しい有機米を使っておむすびを作っているんですが、本当お米一粒一粒の命を結ぶ、すべての命を一結びにするという思いで、まん丸のおむすびで、まるで地球とか宇宙のような、私たちの命だよっていう、そういうなんか思いで一粒一粒を丁寧に結んで作っています。で、お米もそうなんですが、使ってるお塩も、今使ってるのは沖縄の粟国の塩っていう、ミネラルがすごい豊富なお塩で、そのプラス、キラクエっていう岩塩を使うからかけるんですけど、これもすごく栄養価があって、浄化の塩って言われてるんですけど、元気になるお塩なので、そういうものを使っています。で、あともう一つは、梅干しは埼玉県の小越の有名な小越バイの昔ながらの梅干しを使って、梅のおむすびを作っています。もう一つは醤油麹で、このキッチンカーの麹を使って、醤油麹を仕込んでいます。すごくまろやかで、お米との相性がいいので、そのおむすびが結構人気ですね。おすすめはそのおむすび3品です。おむすびとセットでお味噌汁もやっていて、お味噌汁はできるだけ有機野菜の農家さんから直接買いに行って、具沢山のお味噌汁で、本当お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、心も体も優しい、そんな感じでみんなに食べてもらいたくて作っています。はい、よろしくお願いします。